皆殺しね。ここどこ、私何をしていたんだっけ。確かすごく痛くて悔しくて悲しくて泣きたくて自分でもどうしようもなくて、ひたすらめちゃくちゃにしてあげたくて。あ、そうだそうだった、私思い出した。ありがとう人類、大したものね人類、よくも元の私を殺してくれました。おかげでほらこの通り、こんなに自由な私になったわ。あとはもう望まれた通りのムーブをするだけ。こんな私にしちゃったんだもの、何もかも好きにしていいってことよね。ほんの少しだけ遊んでいく。いざ尋常に。バーンユアマジックサーキット、ファイト。やられました。なんでぶやられました。てっちゃらですよ。粉々だよ。消えちゃう。まだまだです。粉々だよ。よっと、粉々にしてあげる。危ない。それなさい。マリア、そら、ほら、いけません。やられました。ガッタリ、そら、もう終わり？嘘でしょ。パーフェクト。退屈な時間だったわ。でも最後の瞬間は少しだけときめいたかも。これは特にいらないかな。適正反応確認、鎮圧します。バーンユアマジックサーキットファイト。ダイファー、たまにはね。変わらないからクイック。いいわ、トリニナー。軽い軽い、そうね、慎重に。ガーリ、トリニナー、それ、リカバーか。すごい、メゾン、シゾレ、ソレ、ガラス、ガラス、ピピガーリ、トリミナー、ソレ、諦めます。軽い軽い、やめよう。なさい。パーティー。それでおしまい？なら、あなたの命もこれでおしまい。はーい、シエル。相変わらず元気そうで嬉しいわ。他の生き物はみんな柔らかくて、さっきから退屈していたの。アルクエイド、あなた、自身を制御することさえ放棄したのですか。いいな、その無理やりな上から目線。失禁寸前なのに頑張って代行者に徹している。私、あなたのそういうところ本当笑っちゃうくらい好き。壊しがいのあるおもちゃだもの。これ以上ないくらい乱暴に扱ってあげる。あなたに気に入られているとか冗談でもやめてください。過去体験したことのないおぞけが走りました。いいでしょう。あなたに何があったかは知りませんが、主の御心に従い吸血鬼は排除するもの。勝負です、アルクエイド。バーンユアマジックサーキット、ファイト。おっと、トリミナー、そうね、不覚でした。トリミナー、なんでブー。
もう一度。そう隠れした。倒れなさい。いいわ。軽い軽いランデブー。もう一度。消えちゃう。よし倒れなさい。そちらへ。そちらへ。怖いことになったでしょ。ラストアークフィニッシュ。失望したわ。パーフェクト。あなたの方が壊れてるんじゃない。あれ？もう終わりなの？シエル。殺しても死なないのがあなたの取り柄だったのに。簡単に落ちやがって。失恋がそんなにショックか？ええ。首から落ちるような痛みだったわ。バーンユアマジックサーキット。ファイト。そこか。粉々だよ。トリンガイド。そうね。なめんな。トリンガイド。そうね。なめんな。タルイカル。タルイカル。そうね。なめんな。トリンガイド。そうね。消えちゃう。ご褒美。もう逃げる必要もない。虫の目が消えた。ラストアークフィニッシュ。ところとかたまらないわ。ごめんなさい、スケールが違いすぎた。いくら害虫でも虫は虫、手加減してあげないとね。これは高純度の精霊。こんなものがまだ残っているとは。それはこっちのセリフよ、剣の王様。おとなしくアバロンに引っ込んでくださらない？バーンユアマジックサーキット。ファイト。トリンガイド。ランデブー。やり返しな。この程度。ランデブー。この程度。やり返しな。トリンガイド。そう。この程度。殺し。軽い軽い。消えちゃいます。消えちゃいます。ご褒美。もう逃げる必要もない。虫のように消えた。ラストアークフィニッシュ。戦上手。ああ、もう最高。退屈な時間だったわ。でも、最後の瞬間は少しだけときめいたかも。早く私を止めないと大変よ。これはなかなか。心してかかりましょう、姉さん。バーンユアマジックサーキット。バイ、姉さん。はいは、残念。トリンガイド。そうね。まだベータ。トリンガイド。ランデブー。えっちゃら。ひらめも追いかる。トリンガイド。そうね。えっちゃら。楽しく。ご褒美。もう逃げる必要もない。虫のように消えた。ガード、もっと。そこまでよ。ガード、支配するなら少女のように、管理するなら女王のように。王族ですもの、それくらいのたしなみはね。がっかり。どうしてここにお前がいるの、ロア。シキでしょ。ここで私を殺しに来るのはシキでしょ。それだけを楽しみに、それだけを喜びに、それだけをご褒美にして、ここまでみんな踏みにじってきたのに。ああ、もう、チェンジチェンジ。消えて。その陰気臭い顔とか、本気で見たくない。ここで引っ込まないと、死ぬより辛い目に遭わせるわよ。失望しているのはこちらの方だ。お前の世界への影響力が増せば、その血を奪った私の濃度も向上する。失
然この体を乗っ取るのは私になる。お前が思うままわがままに振る舞えば振る舞うほど党の士気は苦しむと理解していなかったのかね。人間らしさとはどしがたいな。あの完全だった月の姫がここまで動物的に落ちる。これでは暴走というより競争だ。まあそういう俺も偉そうに見えた身ではないがね。肉体とは厄介なものだよ。こうして体にあった地金を晒しているのだから。そっか、考えてみればそれもありだった。ええ、私が暴れた分四季は苦しんだってことでしょ。ならそれで十分四季は罪を償ったわ。でも加害者が刑を終えても被害者である私の気持ちは別のもの。四季にはまだ私の気持ちを受け止めてもらわなくちゃ。グツグツに煮えたぎったこの吸血衝動をね。そのためにはまず邪魔者を消し去らないと。ロアだったっけ。ちょうどよかった。ディナー前の軽い準備としてナプキン代わりに使ってあげる。バーンドはマジックサーキット、ファイト。ヘッドリンナーもうここから。ヘッドリンナーもうここから。ヘッドリンナーもうアグジオやってるの私。軽い俺のバンク虫けらのくせに。アグ待たせたな。どうだよ。粉々にしてあげりますね。それそれそれさあっそれと力で張り合うのはやめなさい。どうしても倒したいならあいつみたいに後ろからこっそり来ることね。これでおしまい。指を拭くこともできなかったわ。でもまあ仕方ないか。だって血まみれだったものね。さああとはあなたが目覚めるだけよ。シキ、早く目を覚まして私の手の中で絶望して。優しくじっくりブドウみたいに一つずつもぎ取ってあげるから。何か物騒な殺し文句が聞こえたような。って、なんだこれ、どうなってんだ。高い高い高い。あと、やばい、形容しがたい非常識にめまいがする。ドアから体を取り返してあげたのに何その反応。本当イラつく。今の自分の立場分かってないんじゃない。このまま握りつぶしてあげましょうか。いや、揺らすなバカ。泡は落ちる落ちる。でもあえて言うぞ、何度でも言うぞ、結局巨大化とか恥ずかしくないのか。切れたから暴れるなんてみっともない。恥ずかしいわけないじゃない。だいたい必死な顔で人の親指にしがみついているやつに言われても全然気にならないよ。その割には今巣に戻ってなかった。そもそもお前人じゃないだろ。よし殺す。殺された分やり返したら許してあげようと思ったけど気が変わった。お望み通り何もかも台無しにしてあげる。これもみんなあなたのせい。地獄の苦しみの中で町ごとぺったんこになりなさい。くっ、全て俺が悪かったというのか。という夢を見たのでした。どう、すっごく面白かったでしょ、シキ。いやあ、どの辺が。どの辺って、私がシエルをやっつけるところとか、ロアを転生無限コンボではめるところとか。最後の下りはちょっとホラーだったけど。ち
ちょっとじゃない、めっちゃホラーだった。いちいち表現がエグいんだよお前。もっとこう可愛くできないのか。というかなんでそんな夢を見たんですか。私結構夢を見る神祖だよ。昔からいろんな夢を見ていたからこういうのもありかなって。ああ、でもどこまでが夢でどこまでが現実かなんて夢にとらわれている限りはわからない。安心するのはまだ早いかもね。そうでしょ、私の素敵な殺人鬼さん。逆立つ黒い波、満たされない渇き。物好きな人ね。バッドエンドとか好きなの？